今日は茅郡の三女とひょんちゃんをお送りします。三女というのは、茅郡の楽器だけの演奏のことを言います。楽器だけで演奏した後に今度は歌を歌いながら唯で聞きながらね、この歌を歌います。韓国の民謡を茅郡を弾きながらお送りするひょんちゃん、2曲続けて、お楽しみいただきます。
Yeah.